今から写真集のイベント始まります。行ってきます。たった今アズイズアナザーエディションのイベントが終わりました。皆さんありがとうございました。比較的皆さんとゆったりお座りしながら座りながらゆったりお話ができて、皆さんの好きな食べ物だったりどこから来たのかとかそういったお話もこうできてすごく楽しかったです。はい、こちらですね。こちらのボックスはですね、アリさんマネージャーが急遽昨日作ってくださいましたトークテーマボックスとなっております。私が弾くのは初めて。いきます。じゃじゃん。人に頼られるのが好き、おわ頼るのが好き。私は頼られる方が好きかなって思います。なんか頼るのがあんま得意じゃなくて、まあ、後から後悔するんですけど、頼られてなんかその相手の方の悩みが解消したりとかすると、あ、そうなのってよかったなとか思います。なので頼られる方が私は好きです。またいつかイベントやった時に登場するかもしれないので、ぜひ皆さん覚えておいてください。やったことあります。結構やってました、何回か。 ISFJ 擁護者でした。擁護者はなんか見守ったりとか擁護するのかな、もしかしたら頼られるそういう感じなのかなって思ってるんですけど、あと愛なのでいいというか、結構いいが結構元気みたいな感じで、愛は内向的なので、私はもう内向的という結果が何回やっても私はいいにはなれず愛でした。はい、F しかないかもです。逆にあなた頭だ。はい。え、もう即答です。2つ目。とりあえずはなんかまあ落ち込んでいると思うので、お話聞いてあげて、なんか慰めてあげたりとか、その後にその原因を解明するかも。これも即決かもです。1個目。ああ、チェックです。そうなんだ。とりあえず心配になっちゃうかもです。その後にどうするかを考える。友達が遅刻してくれるんですよね。基本的に、はい、多いですね。しっかりして。理由があれば許す。なんかあったのかなとか。理由を聞きたいか。なんか謝罪は別にしてもらわなくても理由があったんだろうなって思うから、謝罪は大丈夫だよって感じです。もしかして T だったら、JFF ってきて JFF ってきて T。 でも確かにごめんだ、あ、いいよ行こうみたいな感じになるかもしれないですね。じゃあ謝罪でごめんって来てくれたら、あ、いいよ行こうってなっちゃう。怖いよそれは。そっか、なんかあったのかなって思っちゃうかも。だから理由は聞きたかったけど、やっぱ謝罪何もいらないです私。いい、全然遅刻 OK。 なんか Z とかにしときます。アズイズアナザーエディションのイベントにお越しくださった皆さん、本当にありがとうございました。各電子書籍ストアでも販売中なので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。本当にありがとうございました。それではバイバーイ。